サッカー競技規則は国際サッカー評議会により制定されるサッカーの基本ルールのことである。FIFA に加入しているすべての組織は競技規則に従って公式戦を行わなければならない。毎年2月か3月に開催される国際サッカー。評議会年次総会で国際サッカー連盟の4票、イギリス本土4協会が各1票の計8票のうち3、 4以上つまり6票以上のルール改正賛成票があればルールが改正される。ルール改正後、5月末までに FIFA から FIFA 加盟各国のサッカー協会に通達され、6月1日から全世界で施行される。つまり、毎年サッカーのルールは細かく変更されている。そのため、審判は毎年更新講習会を受ける必要がある。近年、 イファブ年次総会で結論が出なかった内容などについては6月か7月のイファブ特別会議を経てその他の指示や方向性として改めて伝えられるようになった。したがって下記のルールも変更あるいは削除されている場合がある。例えばキーパーチャージの反則は1997年のルール改正で削除され現在は存在しない。最新のルール及び通達については 日本サッカー協会公式 HP や FIFA 公式 HP や IFAB 公式 HP を参照のこと。二千十五年二月頃に改正されたサッカー競技規則二千十五二千十六までは IFAB が制定したルールを FIFA が冊子として発行していたが二千十六年三月 IFAB 年次総会で改正されたサッカー競技規則二千十六二千十七以降は IFAB が 直接ルールの英語版、フランス語版、ドイツ語版及びスペイン語版の冊子を発行している。文章表現や解釈に疑問が生じた場合は、英語版の競技規則に基づくものとされている。今日、サッカー競技規則は17条、全50ページで構成されており、1997年の規則改正にて大幅に簡素化されることになった。これらの規則は、 イングランドのコモンローの形式で書かれている。サッカーの歴史も参照1863年10月26日にイギリスのロンドンにあるフリーメーソンズタバーンにて統一ルールの作成と試合における同ルールの運用に携わる協会の設立を目的としてエベネーザー・コップモーリーらとロンドンの12のクラブの間で会議が開かれた。この日が フットボール協会の公式な設立日とされる。1863年12月8日まで計6回のミーティングを経て14条からなる世界で最初のサッカー統一ルールが作成された。この統一ルール作成により近代サッカーが本格的に誕生した。このサッカー統一ルールでの世界初の試合は1863年12月19日に イングランドで行われたリッチモンド対バーンズ戦で0から0の引き分けだった。フットボールと称される競技は中世からイギリスで人気を博していた。これらの競技の規則は共通でもなく法典化もされていなかった。初めて出版されたフットボールのルールはラグビー校のものであり、すぐにイートンフィールドゲームが続いた。1830年代から1850年代の間に、 数多くの競技規則がケンブリッジ大学で使用するために作られた。しかし、これらは当時は一般的に出版されず、多くはその後に失われた。フットボール、クラブによって出版された初の詳細な規則集は、シェフィールド FC のものであった。シェフィールド FC が法典化したこの競技は、廃止されるまで、改正を繰り返しながら20年間プレイされた。メルボルン FC の規則は、 オーストラリアンフットボールの起源である。1863年末にフットボール協会が結成されるまで多くの異なる規則集が出版された。これらはどの程度までボールを手で扱って良いか、オフサイドの取り扱い、対戦相手と許される、フィジカルコンタクトの量、ゴールの高さといった問題に関して大きく差があった。規則の統一に向けた重要な段階は1848年の ケンブリッジルールの策定であるが、普遍的に採用されたわけではなかった。フットボールアソシエーションを代表して、エベネーザー・コップモーリーによって1863年に寄贈された最初の手書きの競技規則。マンチェスターの国立サッカー博物館に展示されている。1863年の規則ははじめエベネーザー・コップモーリーによって寄贈され、 新たに設立された FA の会合において1863年12月8日に承認された。協会式フットボールはこの時に始まったと考えることができ、この規則を採用しなかったクラブで行われていた競技はラグビーフットボールへと発展した。1863年12月5日に承認され、ベルズライフ・イン・ロンドンで公開された1863年の フットボール協会規則は以下の通りである。ベルズライフ・イン・ロンドンが報道するところによると、FA が承認した12月8日の会合において、ポケットサイズ版は1シリング、クラブルーム用のより大きな版は1シリング6ペンスで印刷できると述べたジョン・リリー・ホワイトがこの規則を出版することとなった。サッカーの規則は長い期間をかけて変化した。イングランド、スコットランド、 ウェールズ、アイルランドにおいて使用されていた規則の間に際が生じてきた頃から規則を統括する国際サッカー協議会が設立された。特筆すべき規則の改正には以下のものがある。2017年までその他のいくつかのスポーツとは異なり、サッカーでは試合中のビデオ判定は許可されていなかった。競技の規則と監修がこれらを許可するよう、 改正されるべきかどうかについては、長年、重要な論争事項となっていた。ゴール機会判定も、以前は、許可されていなかったが、2010年、南アフリカ W 杯予選及び本大会やそれ、以降の試合や大会でも、勝敗に直結するような誤信が続いたため、2012年7月5日に、スイスチューリッヒの FIFA 本部で行われた i f a b 特別会議で、満場一致で、 ホークアイシステムとゴールレフの両方のゴール機械判定技術採用等を決定した2018年3月3日、スイスのチューリッヒで国際サッカー評議会年次総会を開き、ビデオアシスタントレフェリー制度をサッカーのルールに正式に導入することを決定した。国際サッカー評議会編集詳細は国際サッカー評議会を参照サッカー競技規則は、 国際サッカー評議会によって制定されている。国際サッカー評議会は単年度に次の2回の会議を開き、ルールを改正する。11月に年次事務会議で各大陸連盟及び各サッカー協会から提出された競技規則に関する試行の要求などの一般的事務事項を審議、検討し、試験や試行を承認する。なお、競技規則改正はできない。 ABM の翌年毎年2月末頃に開催される年次総会においてルール改正を討議し出席者の3、4以上の賛成を得た場合ルールが改正される。つまりルール改正には FIFA の4票 A 本土4協会が各1票の計8票のうち6票以上が必要であり FIFA だけでも A 本土4協会だけでも決められないようになっている。 年次総会において承認された規則の改正は、直ちに FIFA フフ加盟各国のサッカー協会に通達され、6月1日から全世界で施行される。この規則は、FIFA フフに所属する協会のすべての国際試合及び国内試合を統括する。国際サッカー協議会は1882年12月5日にマンチェスターで開かれたイングランドサッカー協会の会合に、 スコットランドサッカー協会、ウェールズサッカー協会、アイルランドサッカー協会が招待され、これらイギリス本土4協会によって設立された。第1回のイファブ総会は、1886年6月2日に、ロンドンで開催され、以降毎年一度イファブ総会が開かれている。これ以前は、異なる国との間の試合では、事前にどちらの国のルールを用いるかについて合意する必要が、 あった。大陸におけるフットボールの国際統括団体である FIFA が1904年にパリで設立された時、FIFA はイファブが定めた規則を支持することがすぐに宣言された。国際試合の人気が増していったため、1913年に FIFA の代表団がイファブに参加するようになった。今日、イファブは全211協会を代表する FIFA の4人に代表と イギリス本土4協会から、それぞれ一人ずつの代表からなっている。規則の改正には6票が必要なため、FIFA だけでも、イギリス本土4協会だけでも改正はできないようになっている。ルール国際サッカー、評議会サッカー等のルール及び、用語等参考。ありがとうございます。